はい、おざます。ちなげに近所会社です。おざます。はい、負けましたね。3対4。ルーキーに優しい球団ですね。いやー、もうあんな序盤バタバタしてるルーキーをね、あんなミスミス見逃して結局逃げ切られましたね。まあそんなね、相手もその、またぎ投手、そんな長いイニングは投げれてなかったですけど、捕まえ損ねましたね。はい。先発ね、ヤフーレ、3回4失点。まあ正直今日はもうだらしなかったですよ、かなり。まあ序盤からもうなんかね、制球も、わかりやすいボールも投げるし、あとストライク取れたとしても、まあ割と真ん中にね、行っちゃうっていうかね。なんだろうな。まあ、ゾーンで勝負するピッチャーですけど、あそこまで真ん中に集まったら、そりゃ打たれるよねっていうかね。できつかったね。で、初回は変なね、もう、何してんのっていう失点してましたね。2番の佐々木選手がセンター前ヒット。で、バッターが、ヘルナンデス選手はね、三振。で、岡本選手の時にね、牽制を悪送球して、一気にランナー三塁まで行って、ね、行きましたね。もったいないね。うちはね、かたやその、表の攻撃で、チャンスを逃した後に、こうやって変なミスで、ね、相手にチャンスをあげるっていう、めちゃくちゃ優しいな。何やってんのって思いましたね、マジでね。で、岡本選手にね、タイムリーツーベースで先制ということで。はい。まあ、これ、牽制冒頭してなくてもね、まあ、この岡本選手のこのツーベースで、まあ、帰ってたでしょうけど、なんかほんとね、序盤から暗雲立ち込めるってね、感じはしましたかね。変なことしてんなってね、思いましたね。はい。で、まあ、2回は大丈夫でしたね。はい。で、3回ですね。はい。丸選手が、まず、変直、ツーベースね。だから、このやっぱ3連戦、丸選手はもうね、バット振れば当たる状態。めちゃくちゃ調子良かったっすね。いやー、きつかった。で、昨日は、昨日だったかな。まあ、なんか、ね、まあ、打っても一応、単打ばっかだったので、まあ、そんな怖くないなって感じはしたんですけどね。長打で出すとね、いや、さすがにちょっときついっすよっていうね。はい。で、その後、バント決められて、ランナー三塁ね。はい。で、ここでヘルナンデス選手にツーランホームランね。まあでもこれはね、もうボール球だったと思うんですよ。インハイのね。で、しかも、まあまあきつい。普通のバッターだったらもう、ね、ファールで切れていくとかね。だと思うんですけどね。レフトスタンドへホームランぶち込まれるということで。なんかいつだったかな、なんか中田翔選手が恐ろしいね、インコースさばきしたの思い出しましたね。なんでこれ切れないのっていうね。本当にもうポールの付け根ね。レフトスタンドのポールの付け根に入っていくっていうね。まあこれはちょっとまあしゃあないかな、正直。これ打ったヘルナンデス選手がすごいよ。これ打たれたらちょっとたまったもんじゃないね。はい。ただね、その、まあ、この時点で3失点なんですけど、ここでね、切っとけよっていうね。この後も、まあ、岡本選手打ち取るんですけど、大城匠選手二塁打打たれ、吉川選手にね、ツーベース打たれ、もう1点失点っていうので、このホームラン打たれた後ね、ほんと制球もばらつき出してね、まあ、また真ん中にね、寄っていったりもしたので、ここで切らなきゃいけないんだよなっていうね。ほんとなんか余計な失点しますねって感じでしたね。はい。で、まあ、ね、ヤフーレここでお役御免ということで。もう、そうっすね、もうこの今日のこの制球見る感じ、もう立ち直らないだろうなってね、判断したんでしょうね。まあ、良くなかったっす。はい。今日はね。はい。シンプルに良くなかった。はい。まあ、切り替えてほしいっすけど、まあ、切り替えてください。はい。一応、2桁期待してるんでね、ほんとね。はい。で、小沢が2イニング買いまったぎで無失点ということで、OK。はい。まあ、もともとね、先発やってたピッチャーですからね、ロングリリーフ、お任せあれって感じだったんでしょうけど、まあ、丸選手には打たれて、まあ、あとはフォアボール1個出したけど、まあまあまあ、大丈夫って感じね。まあ、今日は本当、制球もね、ちゃんとストライクも取れてたし、良かったと思いますよ。でね、ぐねぐね、ストレートもぐねぐね曲がるし、なんか相手のバッター結構打ちにくそうにね、してたなっていうね、なんか絞れない感じもしましたしね。はい。で、その後、星くんね、1回無失点、OK、ナイスピッチ。はい。星くんは三者凡退ね、きっちりやりましたね。
今日はもうあのフォークもね良かったし、ストレートもはい良かったですけど、まあこれがね、他の対戦になった時のね上位打線とかになった時どうなるかちょっと見ものですけどね。はい、でその後が山本投手ね。はい、山本投手も、2奪三振奪ってのはい三者凡退 OK。 はい、山本いいですね。うん、防御率も1点台でしょうし、うん、ほんとね、もう当初はもう出たら打たれる感じだったんでね、ロッテから来たばっかの時はね、こんなに成長するとはというか、うん、ほんとヤクルトに欠かせない左ピッチャーですね。はい、で最後シミノボね、はい、1回無失点 OK。 はい、そうですね、投球自体今日めっちゃフォーク投げてましたね。うん、フォーク投げて、まあいい抜け感もできてたんですけど、あのね、吉川尚輝選手にね、やたらフォークやっぱ粘られてたのは気になったかな。うん、いやー、空振りは取れないのかそんなにっていうね。うん、で結局ねさっさと追い込んだんですけど、ボールもかさんでってツーボールツーストライク平行カウントだったと思うんですけどね、そこで甘めにねストレート投げ込んでねヒット打たれるっていうので、うーん、だから本当あのフォークでねどうにかね仕留めたいなって感じはしましたかね。うん、でストレートの出力もまだそんなになかったので、うーん、ちょっとまだ本調子ではないのかなって感じしましたかね。はい、というピッチャー陣でした。はい、ヤフーレの後はもうみんな無失点ですね。うーん、いやーそうね、だからあのホームランはしゃあないとして、あの後の1失点余計だったな。うーん、はい、まあ振り返ってみたらですけどね。はい、でまあ今日はね、まあ正直原因はもう打線です。はい、もうね、ルーキーがね、これ2試合目の登板なんのかな、相手のマタギ投手。うん、初回もね、西川丸山がね、出塁して、長岡が送ってワンアウト2、3塁、はい、村上サンタナここだよって、うん、ここでプロの洗礼浴びせなきゃねっていうところでね、村上選手浅いレフトフライ。うん、最近だからね、いいとこ、ここぞって場面でね、ちょこちょこ打ってたんでね、うん、まあ、ここもちょっと期待はしましたよ、もちろん。うん。はい。で、サンタナ選手はショートゴロっていうことでね、はい、逃げられました。初回、まずね。うん。で、そしたらね、一回裏にあの変なね、悪送球した後にね、まあ、失点したわけですから、あ、なんか今日神様が変なことしようとしてるなとね、こう、ヤクルトはね、こう、チャンスをね、ミスミス見逃してる中、なんか相手にはね、こうやって、なんか得点しやすいような場面を与えるというね、ちょっと神のいたずらを感じましたね。はい。で、2回もね、山田ツーベース。はい、山田哲人が今日めちゃくちゃ良かった。ツーベース2本とね、あのでっかいセンターフライ。うん。で、ゲッツーはね、打ったけど一応ショートゴロもなかなか当たり良かったんでね、うん。ほんと調子上がってたなってね、この巨人カードはね。はい。で、その後、オスのファーボールでランナー1、2塁。はい。で、ここで、ムーチョね、見逃し三振。今日、ムーチョ、まあ、言い方悪いですけど、マジでストッパーでしたね。うん、言い方悪いけど。うん。もう、何もしない。何もできないというか、うん。まあ、バント得意ですけどね、次、バッターがね、次9番バッターなんでね、もう、ムーチョが打つしかないんですけど、なんか、ほんと何もできてなかったなっていうかね。うん、ランナー進めることもできてなかったし。いやー、これはちょっと厄介でしたね。いやー、だからね、やっぱバッティングよ。これだったら今のところ松本直樹選手の方がいいよってやっぱ思っちゃうな。ちょっとムーチョ、しっかりしてくれ。うん、打ってください。お願いします、本当に。で、ヤフーレは送りバント決めました。これうまかったっすね。一発で確か決まりましたね。はい。で、西川選手ファーボールなんですけど、丸山くんがね、いやー、良かったっすよ、捉え方。流し打ちね。サードライナー。あー、ふーん。ほら、これね、神のいたずら。うん。ああ、もう、惜しいんだよ。もう、ここでも見逃してさ、これ立ち直ったらどうするつもりってね。本当に。このまままたぎ投手、次の回立ち直ったらどうするつもりってね。思ってたらね、3回は3、4、5番、三振。やばいって。やばいって。ほら、言わんこっちゃない。だから本当に捕まえれるうちに捕まえなきゃダメなの。ね。近所にね、蛇が出ました。その時に処理しとかないと、後々ね、もう本当アナコンダみたいな、大蛇みたいになって帰ってくるから。ね。もう捕まえる時に捕まえなきゃっていうね。うん。
ただね4回もねチャンス作りましたね。はい、まあ、そんなこと思ってたんですけど一応、はい、山田選手ツーベースでオスナ選手がレフトへのポテンヒットでランナー1・3塁。はい、ここ頼むよマジで、とここも捕まえなかったらマジで今日ブチギレ案件。うん、まあ今もちょっとブチギレてますけど、なんですけど、ムーチョ三振ね。はい、もうだからさ、ストッパーすぎる本当に何もできないか、犠牲フライとかね、ボテボテの内野ゴーで1点とかっていうね。ちょっとだからムーチョ今日マジで反省した方がいい。これは8番バッターといえどね、ちょっと何もできなさすぎてる。うん、で北村選手ね、代打もうヤフーラここで切られました。はい、北村選手ですけど浅いライトフライで帰れず、はい、うーわもうここも見逃す気だ、あー終わったってね、もう覚悟してました。はい、でこの北村選手の時にもうね、赤星投手に変わってましたね。はい、だからほんとね、うん、結局ルーキーは打ち崩せず終わるのかってね、とこで、西川選手ですね、はい、ライトへスリーラン。いやそりゃそうよ、本当にどんだけチャンス潰すつもりだよってね思ってたんで、もうこの西川選手の一発はもう救われた。いやーよくぞ打った、あー完璧でしたね。うん、しかも今シーズン第1号ですからね。うん、にしてもやっぱ西川選手がね、ほんとヒットが増えてきて、今打率が2割5分までね回復してるのでね、うん、ほんと西川取ってなかったら今シーズン危なかったっすね。うん、いやー塩見選手もね怪我しちゃったわけでね、うん、ほんとここはね救われましたね。ナイスバッティング西川選手。はい、で5回はそうっすね、あ、これがやばかった。また5回ね、はい、長岡はセカンドゴロで、村上フォアボールで、サンタナフォアボールで1・2塁。はい、でここでバッター山田選手ね、はい、ここもう大きいセンターフライ打ちます。ただ打った瞬間先っぽって分かりました。さあ、二塁ランナーの村上くんはどう思ったか分かんないですけど。はい。で、まあ一応いい当たりでした。はい。もうフェンチョクなるかなぐらいの当たりなんですけどね。ヘルナンデス選手がジャンピングキャッチで取りました。はい。そしたら村上くん、ハーフウェイとかじゃなくてもう三塁回ってんですよね。いや、これってさ、抜けるの確認してから走っても間に合わないか？うん、あんな、ねえ、急いで走る必要あったかなってね、ここはちょっと思いましたね。うん、だからもしかしたら村上くんの目にはどう映ってたのか分かんないんですけど、ヘルナンデス選手のねグローブからボールがポロって落ちたように見えたんですかね。それかフェンスにね当たってから補給したとかっていう風に見えたのか分かんないですけど、これはちょっとボーンヘッドでしょ。判断早すぎるよ。うん、これはちょっともっと足りなかったな普通に。うん、でヘルナンデス選手は、中継投げて、中継からセカンド投げてね、はい、ゲッツー。なんか変なことやってるよなっていうね。うん、だからほんと今日チャンスはいっぱい作ってんのにね、なんかミスミス見逃してるっていうか、うん、でこんなね変なね、あのボーンヘッドでねまた得点できませんってなったら、それはちょっとフラストレーション溜まるよねっていうね。うん、ちょっともうちょい考えてほしかったな普通にね。うん、はい、でその後はまあ相手のね高梨投手とかもね今日7回とかに出てきましたけど、まあしっかりリベンジ。はい、で8回も、そうですね、うん、あれね、はい、8回、高梨投手は買いまたぎして、ワンアウトは村上選手ね、レフトフライ取られました。で、ケラー投手がまた上がりますと、はい、サンタナ選手の時にね。うん。まあなんかね、もう一回来ねえかなっていうね。もう一回ホームラン来ねえかなって、淡い期待はしてたんですけども、まあまあファーボールで、はい、出塁したんですけどね、こっち山田哲人選手が、ショートの正面。うん、これいい打球でしたけどね、かなりね。うん。で、まあ、ダブルプレーで、3アウトっていう感じでしたね。うん、本当にもう、これで終戦って感じでしたからね。うん。まあ、9回バルドナード投手上がってね、まあ、うちはもう下位打線、7、8、9。ただ、まあ、オスナなんで、うん、なんかオスナでワンチャンねえかなって思ったんですけどね。なんか本当に、低めのチェンジアップかな。うん、もう結構ボール球だったんですけど、空振り三振で、もう、次、ムーチョでしょ。ああ、もう終わり終わりって感じでしたね。はい。っていう試合でした。うん。はい。まあ、ヤフーレもだらしなかったけど、うん。もう打線もだらしなかったよ。うん。いっぱいチャンスはありました。なんでその序盤で捕まえれないんですかっていう。うん。そこだよね。うん。
もっとボロボロ取ってね、プロの洗礼浴びせなきゃダメですよ。うん、ほんとルーキーに優しくしてる場合じゃない。はい、ということで、まあ巨人カード、まあね、だから正直ね、今日先発見た時に、あれ菅野投手じゃなくなってる、誰、ルーキー、ラッキーって思ったんですよ。はい、多分俺と同じ気持ちの方いっぱいいるでしょ。うん、正直ね、菅野投手はもう結構やばいんで、今年手つけられないんで、ラッキーと思ったらね、これですからね。うん、野球って面白いですね。あ、まあでも一応勝ち越せたんでね、まあそれはいいんですけど、まあ三盗ってできましたよ、絶対。絶対できた。うん。はい、本当にね、もう引き続き、ここぞって場面、チャンスでの打撃、ね、しっかりしていきましょうやって感じですね。はい。で、来週火曜日からが広島戦ですね。はい、出ました。鬼門の松田スタジアム。さあ、どうなる？またね、3連敗して帰ってくるんですか？で、松田で勝てないねってね。また、ヤクルトファンが嘆かなきゃいけない。うん、もうそろそろいい加減にね、勝ってほしいっすよ、松田で。本当によ。はい、まあ、広島首位なんでね、まあ、まずそもそも強いっていうのもありますけど、うん、ちょっと一矢報いてくれよ。はい、頼むぞ、ヤクルト。はい、ということで、今日動画以上します。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録、お願いします。お疲れでした。